河内洋、1974年に中央競馬でデビュー。関西新人賞を受賞するなど早くから当格を表し、1980年には全国リーディングジョッキー、年間最多勝力士となる。以後1985年、1986年と3度、その座に就いた。短距離路線整備の黎明期に、マイル GI 競争で3勝を上げた、日本ピロウィナー。 中央競馬史上初の品馬三冠馬メジロラモーヌ、アグネス一族と称された母子三代にわたる四頭のクラシック優勝馬など数々の活躍馬の手綱を取り、2000年には史上5人目の後大クラシック完全制覇を達成。2001年には史上3人目、関西所属騎手としては史上初の通算2000勝を達成した。2003年に騎手引退。 JRA 通算成績は14,940戦2111勝。内 GI 競争22勝を含む重賞134勝。通算勝利数は引退時点で JRA 史上第2位の記録であった。2014年、JRA 機種検証者に選出。2005年より立党トレーニングセンターで調教師として開業。1955年。 公営、長井競馬場、大阪府大阪市所属の調教師、川内真二の次男として生まれる。幼少の頃長井が閉鎖されて真二は活動の場を、春木競馬場に移し、囲碁用も同場で、休車作業の手伝いをしながら育つ。中学2年生の頃からは調教機場も担当し、馬の調教を終えてから学校へ行くことが日課となった。河内の親類は、 全国各地で競馬に携わっており、夏休みに浦和競馬場を訪れた際には、南関東競馬で騎手になることも勧められたという。河内の祖父、孔志郎はかつて調教師として、京都競馬場に厩舎を構え、後に河内の主となる武田作十郎と親交があった。そうした縁から、信事も武田の厩舎に入りきらない馬を預かっており、武田が、 馬の様子を見に厩舎を訪れた際に河内と兄、康二の姿に目を留め、一人を自身のもとに引き受けることを提案。康治は地方競馬の騎手免許試験を受けていたことから川内が行くことになり、中学卒業後、騎手候補生として武田作十郎厩舎に入門し、年3回の講義を受ける短期講習生として騎手免許取得を目指した。その後、 当時関西の有力騎手の一人であった竹邦彦が竹田旧社へ移籍、河内の兄で資格となる。後に河内はすぐそばで付きっきりで竹志さんを見ていられたからいろんな面で勉強になった。他の人からは羨ましがられたねと語っている。体重が重かったこともあり、騎手免許試験には2年連続で落第し、免許取得は19歳となった1974年のことであった。 同年3日、中京競馬、第2競争でデビューを迎えると、ホースメンデリレで、初起乗、初勝利を挙げる。当年新人ながら関西7位、全国18位の26勝を挙げ、関西放送記者クラブ賞、関西新人賞及び優秀記首相を受賞。翌年4月には、六甲一で、小倉大賞典を制し、重賞初勝利を挙げた。 以後順調に成績を上げていき、6年目の1979年には、アグネス・レディで、優秀品馬、オークスを制し、八大競争初制覇を果たす。同馬は、新馬戦時点では、ベテランのボトシフミが起乗していたが、新馬戦二着を経て、河内に、手綱が回ってきた馬であった。当時珍しいベテランから若手への乗り換わりは、新馬戦での敗戦に、 バシュの渡辺隆夫が不満を抱いたためともされる。後にアグネスレディの子孫は河内に数々のタイトルをもたらすこともあり、河内は久保さんが失敗しなければ今の僕はなかったかもと述べている。さらにこの年11月には橋ハ,ハーミットで菊花賞も制した。翌1980年には年間72賞を挙げ、25歳にして全国リーディングジョッキーとなる。 1980年代に入ってからは、河内と4年下の田原正貴が関西騎士会を牽引した。性格、気丈もに冷静かつ堅実であった河内に対し、田原は破天荒、派手さを売りとしており、対照的な両者は交換にライバルとして捉えられた。1983、1984年には、田原が全国リーディングの座につき、 1985、1986年には、それぞれ118章、117章を挙げた川内が、これを奪還している。後年川内は、作家、藤本義和との対談において、ライバルとかは考えないですかと問われ、ライバルというのとは違うかもしれませんが、刺激を受けるのは、田原、正紀ですね。年齢は、彼の方が下ですけど、 ある時代同じように生きてきた時代がありましたからねと答え、また田原は著者の中で騎士として伸び盛りの時期に仮想的に据えたのが川内さんでよかったと、あの人がいなければ今の田原世紀はなかっただろうと述べている。この間にも桂の廃成庫による天皇賞春1981年、光デュールによる有馬記念1982年、 ロンググレースによるエリザベス女王杯、1983年と毎年のように大競争を制した。中でも気分屋で乗り難しかったカツラの杯成庫では多くを学んだと言い,い、自身の師匠みたいな馬だとしている。1984年、日本中央競馬会は競争格付けのため、グレード制を導入、さらに距離別体系の明確化を図り路線整備を、 行う。そうして新たに敷かれた短距離路線において最初のスターホースとして現れたのが川内が手綱を取った日本ピロウィナーであった通算26戦16勝内川内とのコンビでは15戦11勝 GI 競争3勝を含む10勝7勝という抜群の成績を上げどう馬について川内はマイル戦に強い僕をアピールするにはうってつけの馬だったと評している また、1986年から手綱を取った、メジロラモーヌでは、大歌唱、オークス、エリザベス女王杯を全勝し、史上初のヒン馬三冠を達成。この頃からカワチには、ヒン馬のカワチという異名が付されるようになった。日本ピロウイナーとメジロラモーヌの二頭は、この時期のカワチの名を特に挙げた存在であった。1988年には、荒法徳で、 大賀賞をサッカーボーイでマイルチャンピオンシップを制する。また、後栄、笠松競馬から中央入りし、当時勃興しつつあった競馬ブームの中核となったオグリキャップでも10勝6勝を挙げた。同馬とのコンビは、同年のジャパンカップ3着が最後となり GI 優勝はなかったが、笠松時代に主戦騎手を務めていた。 安藤勝美は、優秀1990年6月号に掲載されたインタビューの中で、川内さんが乗っていた頃が、オグリキャップのいい面が出ていたと思うと評している。当年6月4日には、33歳3ヶ月という、史上最年少記録、当時での通算戦勝を達成。また、自身が1986年に記録した、年間重賞勝利記録を12から13へ、 更新した。1990年には、アグネス・レティの娘、アグネス・フローラで、大歌賞に優勝。また、同年、自身初めての国外騎乗、マレーシアを経験し、翌1991年には、日本人として、初めて、アメリカ競馬の祭典、ブリナーズカップに、騎乗、後に、日本で、タネボバとなるアジュディケーティングでスプリントに臨み、4着という、 成績を残した。国内においては1991年から1992年にかけて、それぞれ品馬の第一ルビーと西のフラワーで4つの GI 競争を制覇。1993年にはレガシーワールドでジャパンカップを制した。1997年には1993年の柴田正人以来2人目の年間制裁点なしという成績を残し、 特別模範期首相と騎手として3人目となる JRA 賞特別賞を授与される。翌1998年にはメジロブライトで天皇賞春を制した後、12月にはミッドナイトベッドで香港 G1 国際 G2 の香港国際カップに優勝、日本国外での重賞勝利も挙げた。こうした活躍の一方で1990年代以降は、 弟弟子の竹豊がトップジョッキーの地位を占め、河内は関西の二三番手が定位置となっていく。豊は河内以上の勢いで勝ち星を量産し、1994年には河内の史上最年少記録を大幅に更新する26歳。4ヶ月で通算戦勝を達成。1996年には河内が保持した年間最多重賞勝利記録も16まで更新した。 2000年、アグネス・フローラの子、アグネス・フライトと共に、東京優秀、日本ダービーに臨んだ河内は、豊が起乗する、サツキ賞優勝馬、エアシャカールとの競り合いを、離させし、デビュー27年目にして、ダービージョッキーの称号を得た。入選後、河内は、彼としては珍しく、ガッツポーズを見せ、ウイニングランの最中には、スタンドの監修から、河内コールが送られた。 ダービー初起場から17戦目でのダービー優勝は、柴田正人、19戦に次ぐ、史上2位の起場回数、45歳3ヶ月7日での優勝は、史上4位の年長記録であった。川内は、インタビューにおいて、勝ったと分かった瞬間は、全身の力が抜けました。ダービーは、デビューした時からずっと憧れてきたです。本当に嬉しい。幸せです、と語った。 また、アグネス・レディから、フローラ、フライトへと続いた母子三代による、クラシック制覇は、中央競馬史上初の記録であった。さらに2001年、河内は、アグネス・フライトの弟、アグネス・タケオンで、サツキ賞を制し、史上5人目のクラシック完全制覇を果たした。同馬は川内が、自身の騎手人生において、最も強烈な印象を感じたという馬であったが、 故障により同競争を最後に引退。同馬とのコンビが、アグネス一族による最後の GI 制覇となった。後に河内は、騎手引退に際し、三代にわたって、僕を支えてくれた一族には感謝のしようもないと、語った。また、同年7月29日には、マス末ワスエを、岡部幸雄に次ぐ、史上三人目、関西所属騎手として、 初の JRA 通算2戦勝を達成した。2002年末にはユートピアで全日本2歳優勝に優勝。またラジオ日系杯2歳ステークスに勝ったザッツザプレンキといった非常場もあったが、翌2003年2月13日に河内の長教師免許試験合格が表され、騎士を引退することになる。22日には京都記念で、 アグネス・フライトと最後の重症競争に臨み、6着。翌23日が最終起場日となり、第3、4、6、10競争を制し通算勝利数を2111まで伸ばす。この間、ファンからは、調教師になっても乗ってくれ。どこも悪くないのにやめるなといった声援も飛んだ。続く、第11競争、最終競争をそれぞれ2着として、 全機場を終了。競争後に行われた引退式では馬車に乗って観客の前をパレードし、多常で騎場していた豊からのビデオメッセージや同僚騎手たちからの胴上げで送られた。JRA における通算成績は14,940戦211 21勝。勝利数はこの時点で史上2位の記録であった。アグネス・フローラ、フライト。 タキオンを管理した長浜博之の下で調教師としての研修を行い、2005年に立党トレーニングセンターで旧社を開業。2007年4月、往年の名騎手を集め行われた第1回、ジョッキーマスターズに出場し、優勝を果たす。翌2008年に管理場マルカシェンクが、関谷記念を制し、調教師としての重傷初勝利を挙げた。職人的。 元始と受けした騎手とされ、その騎乗技術は騎手仲間からも高く評価された。若手騎手に、うまい騎手は誰かを尋ねると必ず、河内の名が上がったとされ、弟弟,弟子の竹豊も若手の頃、自身が抑えきれなかった馬をいとも簡単に乗りこなす。河内の姿を見て考えるところが多かったといい、後年トップジョッキーとなってから、兄弟子に河内さんがいたとが大きかった。 あの人がいなかったら、天狗になっていたと思うと述べている。アナウンサーの杉本清によれば、武邦彦は、とにかく俺が取りたいポジションに必ず河内がいると話していたといい、杉本は、この一言がすべてを表していると述べている。また、地方競馬から中央へ移籍した安藤勝美は、中央で騎乗する際に、河内がどういったコースを取るかを参考にしながら、騎乗していたという。 第一ルビーの調教師、伊藤裕二は、変な、無駄な動きを、彼は、一切しない。だからこそ最後に馬も伸びてくると論じている。また田原正規は、その騎乗フォームを表して、日本一の美しさとし、彼のモンキー姿勢、肩、臀部、膝でできる、逆三角形の形、角度は、芸術品です。その形は、 折り合いの難しい馬に起乗した時でも崩れが非常に少ないです。それに腰から膝にかけての角度、膝から足にかけての角度、どれをとっても素晴らしいの一言ですと称賛している。比較的差し追い込みを得意とする騎手とも見られていた。川内自身のことによれば、先輩の国彦が先行型の競馬を得意としていたことから、同じことをしていても超えられるはずはないと後方らの、 競馬に活路を求めたのだという。また河内は、メジロラモーヌ、ダインチルビー、西のフラワーといった、キレの鋭いタイプの牝馬を好んでおり、キレる足を存分に活かすには、最後まで溜めないと、そのキレが生きない。それに牝馬というのは、繊細なところがあるし、一線級の牝馬になればなおさら、そうした傾向があって、その繊細な気象を逆投でしたら手がつけられなくなる。 そうした難しさのあるン馬の良さを生かせたからこそ、ン馬の河内のニックネームをもらったわけで、ン馬の河内と呼ばれたことに、それなりの自負はあると述べている。また、特別模範機手賞を受賞しているように、フェアプレーに努めた機手であった。川内は、引退に最初自身の機手生活を総評し、最後まで人に納得してもらえる機情を心がけたつもり。この人が乗って負けたら、 しょうがない、という単純なものでなく、こういう競馬をしてくれても負けたんだから、しょうがないか、と納得してもらえる騎乗。それに近いものはできたように思うと語っている。カッコ内は、河内騎乗時の優勝競争。太字は、八代、三冠、GI 競争。カッコ内は、当該場の優勝重賞競争。太字は、GI 級競争。書籍。 雑誌、ムック特集記事、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。